おはようございます。たまちゃんもポミクもね、寝してたみたい。今伸びしてる。あしゃねですか？来た。たまちゃん寝してたの？すごいじゃん、お利口じゃん。寝してんの。たまちゃん最近寝してること増えたじゃん。よかったよ。全然寝しない子だなと思ってたから。なに、待ってる時は寝してんの？もしようなんだ、おりくしじゃないのよ。ポミ伸びしてくるかと思ったら上上がっちゃった。だそうです。ポミくんはまだ寝だそうですけど。ダムじゃん。ん？眠い顔してる。まだ眠いんじゃん、眠いんじゃん。なんでよ。オッケー、よし。じゃあポミくんにも伸びしてますね。ダム何くんにもおはようしに行きましょうね。うん、おー、たぶちゃん来たの。いてててて。ポミくん、はいよ。やだね、ダムちゃん前来てね。ねえ、起きたのになんでおはようしに来てくれなかったのよ、ポミちゃん。いいの。あなたはもうベッシュよね。知ってる。前線に行きました、二人で。誰来たの？よろしくね、じゃあお家守ってください。ポミくん、はいよ。もう、ダムちゃんはいろんなとこ邪魔しに来ますね。耳舐められたの、うんとか言ってたけど。ねんねしててね。12時15分になりましたので、ポミくんと一緒にトリミングサロン行ってこようと思います。いる？高まる？高まってる？おいしょ。サムちゃん置いてきたらめっちゃ切れてましたけど、とりあえず行ってきます。ポミくんテンションぶち上げで、ニコちゃんベロベロ舐めまくってサロンに入っていきました。多分 2,3 時間かかるかな。今他の子もチョキチョキしてたから、まあ時間ちょっとわかんないけど、とりあえず目の前がウォールマットなので、ちょっと寄ってコリアンマーケットでフルーツ買って、トレーダージョーズ行って、行けたらコスコ行こうかなと思ってます。コスコね、ヨーグルトが欲しくって、ヨーグルトだけのためにコスコ行くんだけど、ということで行ってきます。ポミク帰ってきました。ニコちゃん仕事が早くてさ、私かなりお迎え行くの遅れちゃったんだけど、今日はですねウォーターメロンなんだって。おリボンもウォーターメロンなんだけど、1個しかつけられなくって取れちゃったのって言ってて、なのでこのバンダナつけて、このねなんかチャームもついてるの、ウォーターメロンの。かわいい。ぶつかったポミだ。かわいいんだけど。つけてくれたの。かわいくしてもらったんだよね、ポミにゃね。クッポーなんだよね。それでご機嫌者なんだよね。うん。かわいい。おててかわいいな。おててかわいい。おててかわいい。お家帰ろうね。タムちゃん待ってるからね。ね。ご機嫌者の子、こっち向いて。こっち向いて。イエス。ご機嫌者の子。帰ってきました。もうサムちゃんがポミに絡みまくりです。なんかめっちゃ匂いが枯れてたし、いい匂いするわねって言われてたんだと思う。サニくんもねお出迎えに来ててくれたんだけど、今ちょっと避難してましたけど、サムがテンション上がりまくっちゃってるのでねえ。なに、タムちゃんも綺麗してもらいたいんでしょ。知ってるよママ、お年寄りにしてもらおうね。ポミくん可愛いのつけてるから。遊んでる。遊んでくれてるのポミね。お利口さんお留守番してたねって言って遊んでくれてるんですこれ。にゃん疲れたからのんびりしててください、ポミはね。ちょっとお買い物してきたものが大量すぎるので、パパとねご紹介しようと思うんですけれども、ウォールマートでまずこのペット用のファブリーズと、ベーコンフレーバーのおもちゃと、前から欲しかったこれエトゥンワイルドのハイライター、ブロッサムグローってやつを買ってきました。いろんな色があるんだけどこれにしたのね。とパジャマ、ミッキーのパジャマなんだけど、ノースリーブのやつで、今着てるワンピースタイプのやつが結構もうボロボロなので可愛いなと思って買っちゃいました。あとはコスコでまずこのダノンのヨーグルトと、これ人間用ね、犬用のヨーグルト、芽キャベツを一袋買って、トレーダージョーズで私このねピーナッツバター好きなんだけどさ、小腹空いた時に食べるようにピーナッツバターが挟まっているクラッカーを買って、ホイップクリームとクリームチーズと、いつものシュガープラムトマトにプラスして、今日は私どうしてもクマトが食べたくて塩だけで食べようと思ってるんだけど、クマトを買って
で、あとこのパスタソースを買ってみました。これでね、試したいソース最後なので、お父さんに感想を聞こうと思います。それからコリアンマーケットでは、これはフジアップル、オーガニックのフジアップルとネイブルオレンジを2袋分、両方ともパウンドで99セントでしたね。で、これもまたマネージャースペシャルで、ちょっと高かったんだけど、前回よりでも量が多かったんだよね。ということで、アボカド、ちっちゃめのやつね、これもマネージャースペシャルで安かった、1ドルいくらだったかな、のイチゴ。これは長芋ね、これもマネージャースペシャルだった、安かったですね。パウンドで2ドル50ぐらいだったと思う。オイスターソースとローステッドのセサミ、干し椎茸、これは牛のひき肉を買ってきた。ちょっとハンバーグでも作ろうかなと思って、豚のひき肉が残ってるからね、合いびきにしてと思いまして。あとこれは骨付きカルビですね、安い方、パウンド4ドル99って方、高いのはね8ドル99で全然味違うんだけど、やっぱり高い方が美味しいんだけど、まあ普段食べるのはこれでいいかなと思って、お肉食べたかったら買いました。ということで、パパッとですがお買い物してきたものです。あとトレーダージョーズでウィンターサングリアのスパークリングウォーターを6本買った、以上かなと思います。まだ入念なチェックが続いておりますけれども、こちら片付けて、お家の片付けして、ちょっとお腹も空いてるんだよね、私ランチを食べ損ねておりますので、なんかやっていこうと思います。とりあえず散歩の時間までね、お家のことしましょう。おー、かわいいな、ボミちゃんの種のこのシュイカちゃんのバンダナ、かわいいなねえ。ボミシュイカ食べるとお腹痛い痛いなってピーピーなっちゃうけどねよかったね、キレしてもらってね。ニコちゃん言ってたよ、またすごいキッチュされたってね、え、舐めったったの、うん、いっぱい舐めったったの。いいね、ポミ、幸せだ。タミちゃんもお父さんにシャンプーしてもらおうね。ね、キレしてもらいましょう。遊んでてくださいね。はい。それでは今日はね、ちょっと早いんですけど、もう先にご飯食べちゃおうと思って、お父さん帰ってきてね、プロテイン飲もうと思っておりますので、冷凍庫にあったさつまいもとスパムのご飯だと思う、これは。と、昨日と同じ梅昆布茶と、とろろのお吸い物と、大根のぬか漬けを出したのと、どうしてもやっぱり骨付きカルビ食べたくって、昨日のお肉も残ってるんだけど、まあそれはお父さんとまた一緒に食べようと思います。あと、昨日のね、アボカドのサラダっぽいのが残ったので、で取っといたんですけど、アボカド今日ね1個足しましたので、アボカドアボカドシーンですが、ということでこちらを食べていこうと思います。いただきます。間もなく7時になりますので、お散歩行ってこようと思います。ポミ君まだバンダナもおリボンもチャームもついてるんだけど、お父さん帰ってくるまでねつけとこうと思って見せてあげようと思ってるんだけど、ハーネス変な風になっちゃってるかな、大丈夫かな。風が冷たくてちょっと寒いんだけどね今。お友達コース行ってこようと思います。ボミ君、私の好きなお尻になって帰ってきましたね、かわいい。今回結構短めに丸くされてるね、かわいいなお尻めっちゃお尻かわいい。モフモフの木ね、葉っぱがついてきたんだよね。今まで葉っぱなかったんだけど、またモフモフがつき始めんのかな、楽しみね。モフモフ、おみちゃん今日もお友達いなさそうだね。最近全然会ってないね、気にしてないみたいだけど。お家帰ってきました。なんかおとなしいけど何くん、ご飯ちょうだいアピールをしております。そして今日もネイルグッズが届いておりましたね。これは温度でカラーが変わるやつですね。2色買ったんですけど、まあ夏に向けて明るめのカラーを買った記憶があるので、今何も塗ってないんですけど、昨日届いた押し花のやつを先に塗りたいので、これはその後かなと思ってます。みんな親瓶がねメシメシうるさいので、ご飯にしていこうと思います。
ご飯食べますか？うん、ね、食べようね。親ビンも今日は珍しく武士だけではなくてカリカリも食べておりますね。腹が減っていたんでしょう。おりこちゃんだな。ママ見てください。お目目合わせて。サムちゃん、おりこ、はい、お手よし、食べなさい。食べづらい？大丈夫？オッケー。そこが汚れなくていいね。縦紙のとこがそれついてるとね。これからそうしたらいいかもね。ヨーグルト食べるときね。前掛け。どう？ゆっくり食べてね。おりこガニガニ、おりこしゃん。はい、ナムちゃんはお手。おかりよし、食べなさい。ガニガニよ。そうよ、上手上手上手。生肉上手だな。ゆっくりガニガニしゃんしてくださいね。ご飯食べたの？おりこしゃでしたね。二人ともよくガニガニして食べました。ヨーグルトも食べましょうね。こっち見てください。おりこ。はい、お手。おかわり、お手。おかわり、もう一回してお手。おかわり、上手だな、ポミニョンは。お手、おかわり。お手、おかわり、お手、おかわり、お手。おかわり、何回もできるね。じゃあ最後お手。おかわり、よし食べなさい。汚れちゃうかな？大丈夫そうですね。おりこしゃです。サムちゃんもしますか？お手、おかわり。もう一回して。お手、おかわり。上手。もう一回して。お手、おかわり。お手、おかわり。もう一回して。お手、おかわり。もう一回して。お手、おかわり。もう一回して。お手、上手じゃん、サムちゃん。おしわりして。じゃあ最後にしましょうか。お手、おかわり。よし、食べなさい。あれ、大変ないんだよね。お手、おかわり。よし、食べなさい。よっ、グッベビーでしゅー。じゃあヨーグルトさん、ゆっくりゆっくりゆっくり食べてくださいね。で、食べたらお父さん帰ってくるの待ってましょう。お父さん来たって。車がね、家の前を通った音でね、反応してね、ビクビク言ってます。お父さん見てきて。お帰りして。可愛いでしょって言ってきて。あ、なんでじゃん、豚綺麗になった。これリボンしてる。まだちょっと、なんでもカピカピさしてんの。おい、なんか前掛けにならないでヨーグルトいっぱいついちゃったんだよね。なんかちょっとモフ度が減ったな。何着てんのお前それ。これ買ってきたんだけど、パジャマどうって聞こうとした。どう、でも女なんでもうパジャマ着てんねん。今日洗濯するからよ。タミちゃんチーしてきて。タミちゃんしてる。おじっこ、おりこしゃだな。褒めまして。いや、おりこしゃ、二人ともおりこしゃね。はい、じゃあお家帰ろう。タミちゃんも行かないと、お父さん追いかけてって言っちゃったよ。まだよ、みたいな感じですけど。タミちゃん寒いから帰ろう。夜は寒いんだよ。思えると、あと怖いんだよ。ぐっ。これお父さん行っちゃったじゃん。もうお家入ったら、えってなって行きました。お父さん、ご飯食べてギターの練習してます。サニ君手前で寝てて、ポミとサムはお父さんの周りにいるかな。お父さんがとりあえずギターの練習をやめたらお風呂入ろうと思ってます。サニ君やしゅみ、サニ君ずっと静かに寝てましゅみ。ここ好き。ポミ真下にいるのね。で、サムちゃんがいます。サニ君今日の出番ありがとうね。サムちゃんと二人でしててくれたんだよね。サムちゃんと一緒にねんねんしてくれてたんだよね。サニ君ね、サムちゃん置いてかれたって怒りんぼしてたからね。いいんだじょって、おろし番はねんねんだじょって言って一緒に寝てくれたんだよね。ありがとうね。ポミ君キレキレなってきたんだよ。匂い嗅いでたじゃん。サニ君もどこのにオーダーって、ちょっといつもと違うじょって、いい匂いしてでしょ。シャラシャラだし、ふわふわだしね。サニ君最近食欲がすごいでしょね。ご飯よこしって必ず言ってるじゃん。やっぱりご飯にいろいろとおいしいものがついてくるからでしょかね。よかったね、タニ君ね。おいしいものいっぱいあってね、嬉しいね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。タニ君ごっぽい。おやーちゅみ、おやーちゅみ。ポミ、もうそろそろそのバナナちゃんとか取ろっか。ママしまっといたらね。今までポミくんがこうやってニコちゃんに可愛くしてもらってきたやつ、ママ全部取ってあるんだよ。ニコちゃんだけじゃないな。日本でやってもらったのも全部取ってあるんだよ。お洗濯して、ニくんが触れて手出してきた。可愛いね。いいかいいか。ポミくんお腹触れって言ってる。いいかいいか。ポミも、ポミくん取ろうよ。ママ今取ったらね。まだチャームついてるんだけど、おリボンとバンダナは取りました。サメちゃんがちょうだいちょうだい言ってるけど、
コーラ。なんでちょいちょいすんの、二人で。いいの。バンダナは選択しとこうかな。何欲しいの？タムちゃんもしたいの？うん、タムちゃんもしてあげるね。バンダナさんあるからね。してあげます。おみこやしみ。おもちゃさん持ってんの。そのチャームついてていいの？ボミ。猫ちゃんとの思い出なの。わかった。じゃあ当分つけときましょう。シュイカちゃんのやつね。かわいいなぁ。いやもかわいくなって。おててもかわいいなぁ。この短くなってて、なんか指が分かれてかわいい。よかったね今日ね。ふわふわのシャラシャラになったじゃん。いい匂いだし、ニコちゃん大好きなんだよね。ニコちゃんと仲良しちゃんなんだもんね、ボミちゃんね。ニコちゃんいっぱいブラシしてくれるんでしょ。ママとお父さんがするときはね、いやーよーって言うんだけど、ニコちゃんにブラシしてもらうときはずっとしてもらってるんでしょ。今日も15分ブラシしたって書いてあったけど、ニコちゃんのレポートに。15分もおとなしくしてられないじゃん、ボミちゃん。ブラシ見た瞬間にやめてって言うじゃん。これからもニコちゃんにキレキレしてもらおうね。お父さんいつ行きたい？次って言ってたけど明日だよね。もう明日行きたいわね、あなたはね。次はいつ行けるかね。なぜかお嬢がお膝に乗ってきましたけれども、次もママがお父さんお願いするからね、そろそろポミクシャンプー行きたいよってね。だからポミもいつシャンプー行きたいかママに教えてください。お願いしますね。じゃあポミくん、今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ポミクグポイ、おやすみグポイ。ここにヨーグルトつけてるの、すでに。おやすみ。サムちゃん甘えん坊しに来てるんです今ね。私もよって言ってるんだよね。甘えん坊さんなんだよねサムちゃんね。ボミくんいい子いい子したり、かわいいかわいいしてると私もよって必ず来るんだもんね。お父さんにもそうだし、ママにもそうだし、私もよ、私もかわいかわいしてねって来るんだよね。順番来よサムちゃん。タニくん、ボミくん、サムちゃんの順番なの。サムちゃん今日一緒に行きたかったんだよね。ボミくん何してきたのってすごいもんね。ずっと匂い嗅いでるよね。いい匂いするのよってほら。サムちゃんでもお父さんいらないよって言ってたんだけど、ニコちゃん。でも一回行ってみたいよね。どんな感じかね。お父さんママお願いしてみるからさ、一回行ってみる？この前サムちゃんニコちゃんに会ったじゃん。サマンシャでしゅよって、初めましてって言って挨拶したでしょニコちゃんにね。次ポミくん行くときに一緒についてってみる？サムちゃんやるところないやろって言ってたけど、そんなことないよね。女の子なもん可愛くしたいよね。ということでですね、甘えん坊さん全開なんですけど、ポミに怒られております。来るでないって言われてますけど、喧嘩なるからやめなさい。もうほらサムちゃん喧嘩なるからこっち来たんだよね。サムちゃんもねんねしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。サムちゃんグッベビーね。おやーちゅみ、グッベビー、おやーちゅみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま1時半になります。聞こえてると思いますが、お父さんはですね、こうやってスマホを持ちながらですね、いびきかいて寝ております。ちょっと前にね2回上がったなと思ったら、もうねいびきかいておりますので、今日も早かったなと思っております。今日はポミくんですね、グルーミングサロン行きまして、まあすっきりとしてきました。ちょっとお父さんのいびきがうるさいかもしれないんですけれども、ご了承ください。前回からね、ちょっとね、期間は空いちゃったんですけど、一回親父シャンプーしてるからっていうのもあるんですが、やっぱりね、爪とか、こう手の周りのね、毛とかね、まああと、こういうところも彼長くなるから、そういうところとかね、綺麗にしてもらってね、シュッとして帰ってきたんですけど、まあね、夜ご飯食べるともうすでにヨーグルトをこの辺にもつけてたし、この辺にもつけてたけどね、もうつけてるじゃんってお父さん言ってたけど、とにかくね彼はグルーマーのニコちゃんが本当に好きで、ホテルも病院もグルーミングサロンもみんな同じ場所のを利用してるから、今日はどこだろうなと思うみたいなんだけど、彼ね好きなんですよね。どこを行くにも今日はどこかなーなんて思いながらもテンションが高まってるんだけど、ニコちゃんの顔見た瞬間にね顔色が変わって、それまでのテンションからさらに高まるんですよね。
お父さんとニコちゃんの何がポミは好きなんだろうねっていう話を今日もしたんだけど、やっぱり包容力じゃないかって言ってて、そう、彼女はね、本当にね、動物が好きなんだなっていうのが会った瞬間に分かるような人で、だから自分の仕事もすごく楽しんでやってるなっていうのを感じるんだよね。まあなので、そういうところがね、ポミは好きなんだろうなって思っております。明日はね、どうしようかなと思ってるんですけど、特に何も決めてないので、ここ数日ね、ネイルグッズが届いたっていう風にね、お話ししてると思うんですが、今日届いたもので多分最後だと思うので、今回買ったものはね、そんなにたくさん買ってないんだけど、なのでまあ塗ってもないし、しかもさ、中指ここ、さっき折れちゃったの。また他の爪も折れると嫌だなと思うので、塗ってね、強化しようかなと思いますので、まあね、家のことしながら合間にネイルが塗れたらいいなと思っております。お父さんの指がね、かなりうるさくなってきたので、まだでもね、これ本調子じゃないんだけど、もうマックスの時は耳塞ぎたくなるぐらいなんですけどね。まあでも、そのマックスになる前に、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。